ちゃんとこれ、こう有効モードのちゃんとこういうの使って、あー、いろいろ見たことがあるパーツがいっぱい好きっすね。見たことあるものいっぱいありますね。これね、あの好きな人はたまんないと思いますよ。このキャタツ買いました、ね。あ、ありがとうございます。このキャタツもかっこいいんですよね。あ、これ。かっこいいですねこれ。ホルダーも入ってますねこれ。ちゃんと、はい。激レアじゃないですか。ライトニングとカリフォルニア工務店のコラボの。これ持ってる人少ないんじゃないですか。なかなかいないですよ。そうですよね。サングラスホルダー。嬉しいですねこれね。すごいな。こんなめちゃくちゃ自分でやられる、ね、あれはスニーカー違いますね、もしかして違うか。ありえますよこれでバンズ、あのカリフォルニアコンブテンのスニーカーですよね。マジですか。カリフォルニアコンブテンのファンですね、れっきとした。はい、素晴らしい。あ、ちゃんとほら、これ宮崎の。本当だ、サーフィン大会の去年のやつ。宮崎行かれたんですか。いや、行ってないです行ったことないんですよ。ボス、え、宮崎行ったことない。あ、まずくないですか。宮崎本は買いましたけどマジですか。聞いたことないね。聞いたことないけど一応買いました。まあ、じゃあ今予習して、はい、まずくないですかってことですよ。じゃあいつでもご案内します。はい、あ、広いウォークインクローゼット。おお、綺麗にしてますね。本当ですね。はい、なんで床カーペットにして。うーん、さすが。あ、またこっちはなんかちょっと雰囲気が違うんですよね。おー、居心地いいっすねここは。ちょっと海外のホテル。はい、ね、この部屋ちょっとエレガントに落ち着いた風合いでいいですね。このカーテンの色もね。あれ、またその椅子ね、赤プルコチェア。はい、この黄色が効いてますね。なるほど。うーん、すごい。このドレッサーも作り付けで。そうですね、これも自分で。これは頼みました。頼んで。はい、なるほど。これ奥さん喜びますね。ますね、はい、優しいですね、うん、ご主人がセンスが良すぎますよ、うん、なんすかこの時計、すごいですね。かわいいですね、はい、下にも、ね、リビングにはありましたけど。うん、こっちはトイレ。トイレです。はい、ちょっとトイレも覗いてみましょうか。こういうドアとかノートもかわいいですよね。はい、これね。ほら、またなんかちょっとさりげなくこう可愛いし、うん、壁紙も可愛いですね。はい、こういったね。ね、はい、まあ、床もね、こういう質感の多くの床材で、うん、ずっとトイレ入れそうですねこれ。はい、快適に、はい、おトイレを過ごせちゃうっていう感じですね、はい、なるほど。これで一通り見させてもらって、この天井のフレット下も標準ですよね。これ標準です。へぇ、シーリングファンと。シーリングファンも標準なんですか。うん、標準。へぇ、あと特徴はこういう大きいこうはめ殺しの窓。これすごいですね。うん、ガバンバーンってあるのが09部の特徴かな。へぇ、うん、吹き抜けがちょっと気持ちいい。気持ちいいですね、うん、この大開口ルト、うん、ちゃちゃまるくん、くんちゃんですか。くんです。くん、いいねこのお家。これ見て参考にする方めちゃくちゃいると思いますよ。はい、これ1600万ですからね。ありえないですよ ね。はい、ありえない。セカンドハウスでもいいかも。本当ですね、うん、素晴らしいです。すごいっすね。今大人気なんですもんね、マリオね。これ1600万ありないですよ。都内のワンルーム買えないですよね、1600万じゃ、うん、そうですね、やっぱり一番あの売れ、あの発売してから一番反響があるのはやっぱマリブなので、うん、一番売れてるんですか、やっぱマリブ。売れてますね。ああ、なるほど。いや、これ嬉
れますよ。でその後ウェアハウスとかやったり、はい、今平屋のね企画もしてるんで。平屋もあるんですか？キューブキューブな感じになるんですか？キューブとはちょっと枠ずれるんですけど、平屋のサーファーズハウスを今ちょっと企画してる。それもねまた素敵な可愛いうち。マジですか？それも多分バカ売れします。へえ、いや間違いないですよね、はい、困っちゃいますね。忙しくなっちゃいますよ。すごいな、そういう時代なんですね。もうそうですよ、どんどん安くなるんですね、うん、そういう特別なものだったものが、ね、まあそれでもその中でも結構クオリティがどんどんこうやってね、うーん、企画住宅っていうのがなかなか世の中ないんで。そうですよね、まあ、革命を起こしたんじゃないかなっていう気はします。すごすぎますよ、うん、普通の家建てた人かわいそうっすね、なんか。ね、だってもっと高いですよね普通に。まあ、だからちゃんとね趣旨分かってやっぱ住みこなせるとこういう風にね外の使い方とか、うーん、上手にこうやって、ね、住んでくれるというか使いこなしてくれてるからすごく快適そうですよね。本当ですよね、うん、ここ素晴らしいなと思いますね。全国に加盟店があるんですよ。はい、おります、はい、基本的には全国で、はい、へえ、沖縄でも。沖縄でも離島でも。離島はちょっと様相だ。すごいっすね。そうそう、まあたまにねその加盟店に行っても僕がいるんじゃないかと思っている。あ、なるほど。絶景中も僕にはいるわけじゃないんで。そうですよね、はい、何体か分身作ってもらっていいですか。ね、ね、きっと会いたい人多いと思うんで。 YouTube ですね、そういう時は。そうです、はい、YouTube で、はい、これで、はい、すごいすごいすごい。100以上、120です。うん、贅沢やね。贅沢ですね。このテレワークの時代、このうちにずっといていいみたいな。そうですね、感じが。めっちゃ大画面。大画面すぎますね。結構昼間でも、はい、もうちょっと時間経つとだんだん明るくなる。へえ、うん。見えますよね、寝るように。なんかこうきっかけあるんですか、やっぱ家を買おうと思った。でも一番は何回も更新してて、まあ、女房と結婚したのが、はい、あるんですけど、うんうん、一番大きなところ、うん。でもその3ヶ月で決めてって結構急いでたんですか。もう本当に急いでましたね。逆にその8月に済まないと更新料かかっちゃうんで、はい、それまでに引き渡しってできるんですかって聞いたら、はい、できるっていうことだったので契約したっていう。大体納期そのものなんですか？3ヶ月とか4ヶ月。早い方です。かなり早いと思います。そうですよね、はい、早いよね。大体まあ早くて半年でも1年以上かけてる方も多いので、もうちぎり早いです。マリブのどこが気に入って、うん、そのこの家にしてみようと思ったんですか最初。なんかやっぱ開放感ですか、うん、大きなサッシが、うん、そ内外のつながりとか、うん、気持ちよさそうだった、うん、確かに他はないかもしれないし、こういうのはで、そこそこそれなりにデザインされてると思うので、うん、大きさもぴったりはまりましたね、敷地に。そうです ね、ギリギリ。藤原さん、これその企画、そのオプションのところって大体どのくらいかかってるんですか、全部で。大体でいいんですか、そのオプション、はい、元のもの以外というか、ここ、この串立てを作るまでにこれぐらいですか。あ、オプションで。オプションで、うん、はい、200万、うん、あ、そんなものなんですね。本当ですよね、そんなもんでって言ったら、じゃあ全部で2000万いかないぐらい。そうですね。まあまあいろいろあると思いますけど。へえ、それすごいっすね。安い。あ、安いっすよね。安い、すごいな。知恵というかね、センスもそうですけど、うん、そのあたりがすごいですよね。ちなみに敷地は何坪？36です。36で車1台分取れて、で庭取れて。なるほど。初めてマリブに住んでる人のうち来たんですよ。あ、そうなんですか。うん、どうやって住みこなしてんのかなって思ってたから、はいはい、意外とやっぱ結構マリブ建てましたとか、今日もね、インスタライブとかやってて、はい、マリブ建ててますとか住んでますとかってね、はい、あったりとか、意外とマリブ住んでる人いるんだろうなと思いながら、うん、でも実際に住んでるとこ行ったことなかったんで、はいはい、どういう風に住みこなしてんのかなって思ったんですけど、住みこなしすぎっすね。風が気持ちいいですよね、うん、これ決めるとき奥さんは何って言いました？その女房は、うん、白い家がいいって言ってたんですよ、うん、で黒いんで、うん、一回このサイディング白もありますよね、
あるある。で白にしようかってなったんですけど、やっぱりこっちの元の色に、うん、なるほど。で最終的に奥さんは満足してもらったんですか？あ、今もうすごい。サーフィンもやらなかったんですけど、お、あの去年ぐらいから始めて、お、へー、ビーチガールになっちゃった。ビーチガールまあこうやってマリブにいっぱい住んでる方々でこうやって楽しんでくれてるとね、嬉しいっすよね。そういうとこ一軒一軒当たっていこうか。いやーもう殺到しちゃうと思いますけどケンロックに会いたいって人がきっと多いと思うんで、はい、今日募集しちゃう。募集 しますかマリブ建てた人交通費だけもらって。そうですねどこでも波があるところだと余計、そう、ね、はい、優先的に。なるべく海が近く。そうですね、はい、すごい。いや、よかったっす。いい回でしたよこれ、ね、はい、驚きの連続でしたけど、太田さん、じゃあちょっと最後 PR。 そうですね、あの全国で建設もできますので、ご興味のある方はライフレーベルのホームページからぜひご覧ください。あ、ホームページがあるわけですね。ライフレーベル、はい、じゃあそこポンと入れときますのでまあ普通にゼロキューブマリブって検索しても出てくる。そうですね、はい、出てきます、はい、ね、あとはあの今回の串田さんみたいにこうマリブに住んでる方とか、まあ、うちのライフレベルの商品に住んでる方の暮らしをあのライフレベルマガジンというメリプルマガジンで紹介してますので、そちらもぜひご覧ください、うん、ゼロキューブマリブ以外にもいろんなあの僕がプロデュースしているウェアハウスとかね、いろいろあるん で、あとリノベーションのカリフォルニアプロジェクトっていうやつがね、はい、あるので。え、そんな2個もあるんですか？他にもあるんです。そう、行かないとですね。じゃあ新築と別に第1弾で、うん、第2弾がゼロキューブウェアハウス、はい、あと第3弾が平屋ですね。そうっす、楽しみ。シリーズ化してるんで、はい、うん、はい、ですね。ぜひチェックしてみてください。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。今日は串田さんもありがとうございました、はい、隅々まで紹介いただいて、なんかやっぱり毎回回ってて思うんですけど、センスがいい人住みますね。そう、はい、あの皆さんセンスいいんですよ。本当ですよね。だからちゃんとなんかこう住みこなしてくれてるっていうのはすごくやっぱ嬉しいし、うん、はい、うん、まあ僕らは別に細かくいろいろとこうデザインしなくても、まあ箱だけコンセプトがあって箱だけあれば皆さんそこを生かして自分のスタイルで住んでくれるから、すごく僕はいい箱になってんじゃないのかなと思いますよ。このマリブ自体は、はい、うん。この値段はちょっとびっくりでしたね。しかも。その値段が買いやすいっていうのはね、重要。なんか羨ましいですもん、暮らし見てるだけで。はい。いいな。海も近いし。うん。はい、で3年経ってもね、こんな綺麗に、ね。本当ですね。ね、住んでくれてて。しかもちゃんと海のね、湘南に移住して、はい、ここで海の近くのビーチライフを。こうライフスタイルを確立してね、こう楽しんで幸せにこうマリブと共に生活してくれてるっていうのもね、はい、すごくいい参考例になったんじゃないのかなと。でもこちらのライフレーベルさんとのカリフォルニアコンビでコラボ3部作あるみたいなので、うん、ぜひ全部回りたいと思ってます、はい、はい、やりましょうか。ぜひぜひ、はいはい、あのプレゼント企画は今日は、あ、そうだいつもねメーカーさん、はい、ちょっとあれ、ちょっと太田さんなんか準備してるんじゃないかな。まさか串田さんも太田さん、あの見ていただいた方で何かあるんですか？そうですね、ライフレーベルのちょっといいもの。ライフレーベルのちょっといいもの。ちょっとどころじゃないんでしょ。なんかオプションサービスとかなのかな。ああ。
N6TV 見ましたんで何かつけてくださいと。そうですね、言えば何かあるかもしれない、ね、はい、N6TV を見たで、はい、ライフレーベルのちょっといいものがプレゼントになるということなので、はい、ぜひお問い合わせください、はい、これがN6TV のお約束なんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。 N6TV